ルブスカルデです。このツアーを回ってたくさん勉強しました。いろんなバンドの他のバンドの方にも可愛がっていただいて勉強になりました。とても楽しかったです。辛いこともあったんですけどいい勉強になりました。楽しかったです。ありがとうございました。よろしくお願いします。
山田アルバです。アルバです。今日はですね、8月の30日、ゲースオブソレイユツアーファイナルで、トヨタにいるんですが、自分ら的にはとてもアルバが好きなので、みんなもアルバをもともと好きになってくださいね。好きになってほしいわ、これは。もっといっぱい応援してくれよ。すごいよ。そんな感じで、まあ、これからもアルバどんどん頑張って成長していくんで、まあ、これからのクロセクシーなアルバをこれからもどんどん応援してください。初めてのツアーだったんですけど、初めてじゃないです2回目のツアーでまだ、I'm not afraid to die.
ターの清田です、新しくボーカルが変わって、ヨナちゃんも来ました。いつも頑張ります。
はい、ボーカルの神谷です。ギターのゆいです。ドラムのミキです。フェイスオブソライユツアー、今日で、最終なんですけども、長く、大変な夏だったんですけども、今日は、締めなんで、ギャルで頑張りたいと思います。この夏に、ヘアソディカイホ空間という、長いツアーをギリシャの後バスアップしてもらったんですけど、9月まだ先なんですけど、そこでファイナルが待っているので、その日で、本当に時間なんで、その日こそ今日の 120% マッシュぐらいで頑張ろうかなと思います。楽しかったです。もうちょっと前からです。すごく、この先輩方と回れたので心配、勉強できました。We'll be right back.
ちは、おはこんばんちは、バサラでーす。ん？ですね、この夏のツアーだったんですけども、今回は閉鎖的開放空間ということで、閉鎖組と呼ばれつつ、全国つつ裏裏と回ったわけですが、一番開放感にあふれた、グループだったのではないかという、むしろ閉鎖組というよりは開放組って感じで全国で大暴れしてきました。その開放組のリーダー秀樹君から一言どうぞ。はい、リーダーの秀樹君からどうぞ。リーダーのリーダーさんからどうぞ。バンマスの海江さんからどうぞ。酔っ払うにも程があるリーダーのやっぱりケイスケさん。はい、酔っ払うにも程があります。今後気をつけないでバンバン飲みましょう。ダメには必要です。酔っ払ってダメを外すのも毎日はちょっと問題があります。そういうことになりますね。まあ、そんな感じで先を鍛えてまたツアーに臨みたいと思います。以上、バサラだったりしました。
うん、とりあえずまたこういうフェイスオブソレイユっていうイベントは多分続いていくんだろうと思うんですけど、機会があったらまた参加したいなと思っていますんで、その時はまたみんな見に来てください。よろしく。よろしく。すごい長かったですけど、自分なりにすごい楽しめました。これからも頑張ります。よろしく。おっす、じゃあな。おい、おい、バンドをやめたくなるようなこともいっぱいあるんですけど、とかじゃなくて、まあ、ツアー終わった後はいつもちゃんとみんな集まった時に見てかなうんで、やってよかったなと思える日があと3日か4日したら来るはずです。じゃあそんな感じで、楽しいですでした。バイバイ。
回のツアーなんですけど、まあ、いろんなことがあって、まあ、カップリングであれだけの本数を、回ることも初めてだったので、まあ、やったことないライブハウスとか、まあ、苦しい時もあったり、まあ、いろんなことはありましたけど、まあ、みんなとこう協力して一致団結して、まあ、圧力に向かってこう頑張れたかなと思います。で、まあまあ、俺たちはエースと回ったんですけど、エースにもラブルにも誕生日の人もいて、その日はこうみんなでこう祝ったりして、まあ、なんか普通のライブではできないようなことも、可能にできたんで、まあ、これからラブル、いろいろ策を練っているんで、これからのラブルに期待しててほしいなと思うんで、まあ、そんな感じなんで、はい、さようなら。愛してないよ。